プロスピエースグランドオープン。ありがとう。どうもプロスピオニワ芸人のアーナタカレです。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。さあプロスピエースグランドオープンしました。今日の動画、テロップほぼないかな。もう取って出しですよ。もうすぐね動画アップします。もうこれが見てる皆さんが見てる時はもうアップしてるよってことでね、もう早速ね、今日は、メインの方のアカウントで、契約書大開封、はい、で、中継ぎと先発の能力をちょっとサクッと見ていく、そんな感じにしたいと思います。で明日は無課金赤で、契約書全開封で、ファーストのセンターの能力をサクッと解説していこうかなということで、2夜連続で見てください。もう2夜連続、もうマグロ以来、マグロ以来よ、マグロ2夜連続以来よ。これ分かる方いるかな、うん、2夜連続で行くんで、まあ今日と明日セットでね、見てほしいなと思います。よろしくお願いします。ということで早速、選手の紹介、サクッとして、その後球春到来のスカート引いて、で最後に契約書開封でいきましょうか。よろしくお願いします。さあじゃあね、先発長継ぎ見てきたところですが、この日ハムのさ、このロゴかっこいいよね。俺前のより全然かっこいいと思う。このユニフォームもう気に入ってます。はい、最高です。ありがとうございます。さあ、選手紹介いきましょう。まずサイスニードですね。サイスニード、まあ、能力がそんな高くないかな。でも、カットボール、上方向のカットボールと横方向のカットボール、これ面白いね。うん、で、リーグ的にも、先発中継ぎ抑え全部できるよと。いうことでございますね。まあ、特殊能力もいいですね。伊藤正、伊藤正もね、まあ、なかなか、熱い能力値でやってます。はい、もうサクッといってますね、小野ちゃん。ツースペ、ツシムシ、いいね、最高最高。タイピン持ってる、最高です。出ました、菅野さん。菅野さんいいね。一番の狙いかな、僕のメインの。9位プラス2で全同値と、まあ熱いね。そうで縦スライダー、まあいいじゃないですか。ワンシムかまだ、まあ、たださ、その変化球は全然衰えてないし、そうそうそう、めちゃめちゃ能力高いなっていう。タイピンチ、キレコントロール、タイピンチ、あざす。菅野さん全力で取りに行きます。ありがとうございます。森下さん、森下君はまあ能力が高いけど、さあどうだと。スプリット、あ、なるほどね、なるほどね。まあリアタイで、まあタイピンついてんだ。でもなるほど、まあまあ参る可能性あるね。松葉さん、松葉さんはなんかビップさんがめっちゃ取り上げてるというイメージがあります。ツーシームついてると、いうことで、また超タイピンチということで、まあ参るよね、参る参る。ロメロ、ロメロどう。ツーシームストレート、いや、どういうことよ。じゃあ表ツーシーム、裏ツー、表ストレート、裏ツーシームでいいじゃん。どういうことよ、ロメロ。宮城か、宮城くん QEA か、いいね。能力高いですね。まあ、スライダーと、このスライダーと、スライダーがまあ変な曲がり方するっていうのはね、まあ、皆さんご存知の通りですけど、まあ強いかもしれないですね。さあ、出た佐々木朗希君。佐々木朗希はスプリット150キロってことで、僕的に大会でめっちゃ参るんじゃないかなって俺は思ってます。はい、まあ、シリーズで能力も上がっていくだろうし、まあ、面白い選手の一人かなっては思ってますね。滝中さんか。まあ、OK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 。超タイピンついたら、まあ、OK、リアタイピン。和田剛さん、全動値熱っ。熱すぎでしょ、通信持ってるし、なかなか熱いっすね。お、加藤選手、請求 A か。おー、なるほどね。まあ、通信もついてると、で、中継ぎもできると、まあ、なんかちょっと、日ハム純正的にはいい。まあ、先発ね、そして中継ぎ、まあ、中継ぎに使うかな、先発は揃ってるんで。で今立つ、今立つちゃんは、あ、まあ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 。で次中継ぎ、田口さんですね。田口さんも全動値か。へえ、熱いね、全動値。熱シーム、まあ、なるほどね。タイピンは、あ、タイピンか、なるほど。あ、超タイピンじゃなかったっけ、田口さんって。まあまあまあ、でもタイピンついてるから、まあいいよね。アルカンタラ、アルカンタラ、アルカンタラ、ツーシーム、いや最高じゃん、アルカンタラ、アルカンタラ最高やないかい。高梨選手、高梨選手はもう確実に今トレンドですからね。トレンド高梨って言われてますから、もうピン芸人みたいな名前、トレンド高梨って言われてるぐらいで、超タイピンでしょ。まあおもろいよ、うん。まあ、島内さんはちょっとリアタイ的にはきちいですね。谷本さん、あー活躍してるんだ、すごいな。谷本さん今何歳だろう、超タイピン36か、ベテランっすね、頑張ってほしい。やすあき、やすあき。山田さんって確か通信持ってるよね。あ、で超タイピン、あ、
めちゃめちゃいいっすね。あのオリックス純正の方はマジでいいんじゃないですかね。唐川さん、まあ寿司もないか。唐川さん、まあでも微妙かな。でも俺唐川投手結構好きなんだよな。ソンチャーホーはもうチェンジアップと寿司ね。あ、寿司もいいね。なるほどなるほど、いいじゃないですか。バンドさんもまあ能力、まあスタミナ D か。なるほどね。まあ中継ぎフォークめちゃめちゃ落ちるじゃん。寿司も結構使える。アップタイビングやろ。めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい掘り出しも見つけました。皆さん、僕が一番に見つけました。ありがとうございます。ロドリゲス、シンキングファースト。あかん。竹熊さん、きちいか。なるほどね。はい、ということでね、見ていきました。まあ、明日はね、ファーストセンター、紹介したいと思います。はい。で、狙いは、九州トライスカートの狙いは菅野さんです。はい。もう菅野一択。菅野しか勝たん。もう菅野さん使ってみたい。うん。よろしくお願いします。行きましょう。10連。まず10連よ。ここでさ、2枚引きとかしちゃうのがオロチャなんじゃないの？絶好調！ガチャ演出変わんなかったんですね。まあまあまあ、ええでしょう。ああ、これ2枚引きはねえな。2枚引きはねえでガス。ほんで、今年、グランドオープン初のニッコリアです。さあ、見ていきましょう。おー、藤原くんかっこいいね。原樹里。技強。いいよ、いいよ。全然いいよ。スイッチ。まあ、もうちょっと打ち抜いていこうか。もう打ち抜いていこうぜ、オノちゃん。おいおい、何しとんねん。さあ、今年初めての選手。このシリーズ誰でしょうか？菅野さん来い。おー、鈴木大地さん、あざす。はい、じゃあね、プレゼントボックスからね、まあ、ゴールド契約書、S 確率契約書とかいっぱいあります。はい、もう何枚あるかわからない。だからまず最初にゴールド契約書引いて、で確率引いて、最終的に S ランクの契約書を引いていく。まあそんな感じにしていきたいと思います。はい、さあ契約書全開封です。よろしくお願いします。さあまずね、ゴールド契約書10枚引いていきたいと思います。よろしくお願いします。さあここでさ、もう見せちゃおうよ。頼むよ。いやいや、ここ紙吹雪だって。いや、ここなんでゼロなんだよ。おい、オーナちゃん怒るよ。いや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 、おい、オーナちゃん怒るよ。さすがに。あかん。菅野さん。あかんあかんあかん。これあかんよ。これあかん、これあかん。これあかんです。これあかんような気がします。あかーん。さあ、ゴールド契約書10枚。もう一回。頼むよ。次は頼むよ。さすがに。10枚引いて A も出ないって。いいよ。 A は確定。 A は確定。オノちゃん A 確定してます。さあこっからシャビーン。おい、これでバリーンバリーン。おい、ナイス。トノサキシュ歌ラララララ、トノサキシュ歌ラララララララ、トノサキシュ歌ラララララララ、トノサキ。その後なんもないの。さあ、またゴールド契約書10枚、引いていきたいと思います。ここでさ、そろそろ S 打ち抜きたいよね。みんなもね、打ち抜くとこ見たいと思うんだよ。ありがとうございます。やっぱ持ってるね。大野ちゃんってやっぱ持ってるよね。何かしら持ってる男。あざす。来た。おい、びっくりした。西野さん、ここで菅野さん打ち抜いたらマジ神回。マジの神回。神回出ちゃってる、グランドオープンから。さあどう？菅野さん！うわーお！わーお！はい、じゃあゴールド契約書また10枚入れていきたいと思います。もう頼むよ。まあ S ランク出たのはいいけどさ、もう一回出てよ。もうオールちゃん困っちゃうよ。うん、つらい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 。おい、 B はつらいぞ。 B はつらいよ。これ B はつらいよ。 B はつらいて。さあじゃあね、次確率契約書。もうあのね、もうあのごちゃ混ぜ、大野ちゃんでいく。もう30、10、もういろいろありますと。もう大野ちゃん、全部混ぜちゃいます。そういう、選手上限オーバー。いこうか。8枚、確率契約書。これで S ね、まあ、2枚ぐらい打ち抜けたらいいかな。2枚でええのよ。そう、2枚でええの。大野ちゃん、そんなによく書かない。2枚で。ここらから、OK、OK、ナイス、ナイス。まあまあまあ、2枚でええよ。2枚でええぜ。菅野さんで A で、おえおえ、あ、菊池さん極みあざす、極みあざす、特殊で S に乗せます、あざす。
おー、まだ来ない？おい、おー、宮西さん、かっけー、ナイス。菊さん、やば、やば。ラスト、おー、吉田正尚さん、ラスト、菅野さん、お願い。いや、いや、どんな確率だよ。はい、じゃあラスト S ランク役所2枚引いていきたいと思います。まあこれで菅野さんを打ち抜く、モールちゃんは菅野さんを打ち抜くんだという話でございます。お願いします。モールちゃん今もう疲労困憊です。ああ、鈴木大地2連続もなかなかないよ。これで出ちゃったら俺はもう泣く、俺はもう泣くよ。菅野さんやるかんたら、あるかんたら、ナイスナイス、アドス。ラスト菅野さん、いやー、加藤さんは2チャム中捨てる使います、アザした。